歴史的快挙。今年のアカデミー賞、本当にお祭りでしたね。ハリウッドの大作映画の監督とかはね、宮崎貴史さんがしちゃったりして、君たちはどう生きるかを見てないらしくて、本日3月11日、本家アカデミー賞が発表され、日本からは長編アニメーション賞で、君たちはどう生きるか、視覚効果賞ではゴジラ -1 が無事受賞することができました。これはマジで歴史的快挙。こんにちは、映画研究員の山園です。今年のアカデミー賞、本当にお祭りでしたね。残念ながら国際映画賞でノミネートしてたパーフェクトデイズは受賞することができなかったんですけど、無事にジブリとゴジラが受賞することができました。なんつうかね、とてつもなく日本、うわーって感じのアカデミー賞だったね。もうツイッターとかでもこのゴジラとかジブリがトレンドに上がりすぎて、作品賞今回、オッペンハイマーが取ったんだけど、全くオッペンハイマーの名前がわかんないぐらい、作品賞何が選ばれたんだってわかんないぐらい、もうゴジラとジブリの話題でたくさんでした。で、その中でもやっぱりすごいって言われてるのは、ゴジラ -1 ですよね。アカデミー賞の視覚効果賞で受賞したということは、去年1年間で世界中で公開された映画の中で一番 VFX、CG、映像、が評価されたということなんですよ。で、他のノミネート作品を見てほしいんだけど、マーベルにミッションインポッシブル、こんなね、ゴジラより予算が10倍以上もかかってるようなハリウッドの怪物たちと肩を並べて争って、しかも勝ったわけですよ、ゴジラ -1。もうね、この小さな島国の小さな予算の少ないスタッフの、そんな作品が受賞できたっていうのはね、日本人としてもゴジラファンとしても非常に誇らしいです。監督の山崎貴史君と、VFXCG 担当した株式会社白組の皆さん、スタッフのみんなに精一杯のおめでとうと感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。愛してます。さっき言ったように本当に歴史的快挙だよね。日本のゴジラを世界に知らしめたと同じぐらい、山崎貴史っていう名前と、あと白組っていう名前を多分届けたんだよ、世界中に。そろそろハリウッドの大作映画の監督とかはね、宮崎貴史さんがしちゃったりして、っていうね、本人が英語できないっぽいから、どうかわかんないけど、そういう、なんというか、希望も見えたような受賞だったと思いますよ。今の海外の巨額投じた映画、巨額投じた割にあんまり面白くないよねって言われてるじゃん。その、アメコミ映画とか、ディズニーとか、すごい今批判されてるけど、このアカデミー賞ノミネートが発表された時に、順に発表されていくんだけど、ゴジラ -1 の時が、もう一番歓声が大きかったんだよ。でもね、その場所に日本人が多いとかじゃない。もちろんアメリカで発表されてるから、アメリカ人が多いはずなんだけど、それでもゴジラ -1 が一番お祝いされてたんだよ。これなんでかなって考えたんだけど、やっぱりね、その、今のハリウッド、さっき言ったみたいに、お金すごいかけるけど、内容が微妙っていう、こういうのに対する批評家の懐疑的な姿勢があるわけよね、多分。それに対して、予算少なくても、本当にいいもの、本当にいい映像っていうのは作れるぞっていう、それを証明する作品として、ゴジラ -1 が選ばれたんじゃないかなと思ってます。そのね、完成聞いた時に、これ、アメリカのね、本国の方でも、ゴジラ -1 の受賞が、結構待ち望まれてるぞっていう感じをすごい感じたんだよね、見てて。このゴジラ -1 受賞、今だから言えるけど、もう納得です。最高の映画でした。受賞したのもすごいめでたい、めでたいけど、ここで終わらずにね、山崎貴史監督、続、ゴジラ -1、待ってますよー。で、次はジブリ。こっちの方は、ゴジラ -1 は、これどうだろう、受賞できるかなっていうのがあったんだけど、正直ジブリは受賞するだろうなっていう安心感がありますよね。内容的にも、今回結構批評家受けするような内容、観客、オーディエンスより、批評家が受けるよなっていう内容だし、あと時期的にも多分宮崎駿が最後って思われてるよね、今回の作品が。そういうのも含めて、ノミネートしてたスパイダーバースとかも良かったんだけど、今年はジブリだろうなっていう感じはしてました。アカデミー賞ジブリが受賞するのは2回目です。1回目は、なんと21年前に千と千尋の神隠しが受賞してて、で、その後もハウルの動く城とか風立ちぬとか、高畑勲監督で言うと、かぐや姫の物語とかが、ノミネートはしてたんだけど、なかなか受賞できなくて、で、ジブリとしては21年ぶり2回目、無事受賞することができました。スタジオジブリと監督を務めた宮崎駿さん、おめでとうございます。いや、これは、おめでとうっていう気持ちもあるんだけど、やっぱり個人的思い入れもすごく強くて、もともとこの YouTube チャンネルはジブリスタートなんですよね。ずっと君たちはどう生きるか追ってきて、アニメ追ってきて、っていうチャンネルだったんで、まあ、今はね、こういう風に毎週映画を批評するチャンネルになってますけど。なので、もう嬉しいですね。感慨深い。もうジブリのおかげで僕は成長できたようなもんなんで、本当に信じてました。日本ではね、すごい賛否が分かれていて、どちらかというとレビューサイトとかでは火の声が大きかったのかな。友達とかにどうだったって聞いても、なんか分かんなかった、難しかったっていう声が多くて、素直にこれ最高だよ、これ最高に面白かったって、なかなか言いづらかったんだけど、まあ、これでね、アカデミー賞取ったんで、ちゃんと堂々と、もうみんなに向けて、おすすめできるようになりましたね、完全に。この前、馬刺しレンコンっていう YouTuber さんも、登録者が15万人ぐらいいるのかなの、ユージさんと飲みに行かせていただいたんだけど、その時、すごい映画の話をして、ゴジラ面白かった、ゴジラいいよね、とかしたんだけど、なんとユージくんが君たちはどう生きるかを見てないらしくて、もうね、もう僕その場で言ったんですよ。もういや、これ絶対見るべきですよって。あのね、本当に、日本人だったらジブリとゴジラはもう見るべきだと思います。ぜひ、まだ映画館で多分ゴジラとジブリやってると思うんで、この動画を見てる皆さんもどっちか見てない人いたらね、ぜひ見に行ってください。アカデミー賞受賞した作品なんで、胸を張って素晴らしいと言えます。でもね、悲しいよね、なんか、多分、ジブリで宮崎駿で、アカデミー賞でっていう、こういうお祭りは多分もう最後なんじゃないかなと思ってるから、本当はね、もう宮崎駿あと1作、2作ぐらい死ぬまで作り続けてほしいけど、体力的にもね、そういうわけにはいかないと思うから、そこがね、すごく寂しいところですね。最後に今回受賞を逃したパーフェクトデイズ。これもめちゃくちゃ素晴らしい作品なんだよ。日本アカデミー賞の方でも役所広司さんとかがね、受賞してて、監督賞もこの映画の監督が受賞してるんだよ。もうとにかく役所広司の演技すごいです。やばいです。これも多分映画館でまだ合ってるから、ぜひ見てください。面白いです。いやー、2023年の映画界は素晴らしい作品ばっかでしたね。特に邦画が僕はもう豊作だったと思ってたんで、アニメ、ゲゲゲの鬼太郎とか、トットちゃんも良かったんでね、とても頑張ってくれたと思います。来年のアカデミー賞にも期待ですね。動画を見ていただいてありがとうございます。毎週末映画の感想だったり最新情報をお伝えしてますんで、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ちょっとね、アカデミー賞の話はこれで終わりなんだけど、一個ね、言いたいことがあって、鳥山明さん亡くなったじゃないですか。めちゃくちゃショックで、やっぱね、すごく、それこそサンドランドとかも見に行きましたし、ドクターストランプも見てますし、ドラゴンボールも見てて、っていうかもう見てる人の方が多いよね、多分ドラゴンボールとかは、っていうすごい素晴らしい、作家さんというか漫画家さんがね、亡くなってしまったんで、すごい僕の情緒的にもなかなか不安定になりまして、ね、本当に大好きな作品をたくさん生み出していただいてありがとうございます。鳥山明さん、ご冥福をお祈りいたします。